体内毒素の質の質問題病名が同じでも病人の中には痩せた病人もいれば太った病人もいますまた症状や検査の数値が悪いにもかかわらず比較的元気がある人と検査ではほとんど異常がないのに体調が優れない人など様々ですこれらの違いは病気を作り出す病体質の違いに理由が隠されています ここではまずその病体質を作る原因になっている体内毒素の質の違いについて考えてみたいと思います現代食が脂肪分過剰であることはこれまでに説明したとおりですでは脂肪分の何が良くないのでしょうかそれは体内に蓄積される脂肪の質の違いが病気の質の違いに大きな影響を及ぼすと考えられるからです もちろん体を燃やすエネルギーのもとである脂肪分は必要不可欠なものです問題は摂取量が多すぎて体内に過酸化脂質などに変化して血液を汚し皮膚呼吸を妨げることにあります脂肪の中でも飽和脂肪酸といって超温で固まりやすい脂肪分が一番悪影響が大きいとお考えください 肉じゃがなど肉料理の後で鍋の中に白い煮こごりができるあれです常温で固まりやすいのですから体内でも固まりやすいわけですこれら動物性脂肪分の多い食事が好きな人はやはり過酸化脂質などの体内毒素が原因となる病体質に傾いて血液の流れが悪く体の中がいつも熱性化した状態になりやすい一方 同じ脂肪でも皮下に多く蓄積する中性脂肪は澱粉や糖質などの炭水化物が変化して蓄積している場合が多く過酸化脂質などとは違った性質を持っていますそれはご飯やパンそれ以外にも食事の総量が多い過食化に多く見られ体内で燃焼しきれない栄養素が冷たい性質の中性脂肪となって皮膚呼吸を妨げているのです この場合皮下の脂肪層が厚いため皮膚呼吸が低下し酸素不足になっていることが特徴で冷たい性質の中性脂肪の影響で冷えの症状が多く見られる体の冷えを補うためにまた過食をして体を温めようとする悪循環の傾向が強くいつまでたっても体質が改善できないままでいることが多いまた このような体質の人は塩分の害や化学調味料食品添加物の害が強く出るので注意が必要です脂肪の質の違いが病体質に影響し熱い病人と冷たい病人筋肉層が硬い病人と柔らかい病人など同じ病名でも違ったタイプの病人を作るのですその他生まれ持った体質が虚弱体質であったり 虚弱になる食品の変色や薬を多量に服用したり間違った治療や健康法をして体力自然治癒力を弱くしてしまっている方もいます自分の持つ体力以上に体力を低下させる薬を飲んでいたり自分ではこれが良いと信じ込んで陰性食品を過剰摂取した場合などが当てはまりますこのように死亡の問題また その脂肪の質の問題そして化学調味料や食品添加物医薬品の副作用による害など病気の原因となる体内毒素にも性質の区別があることを理解してもらいたいと思います3つの病体質人体体体質、中度構成体質、度構成体質。中一般的に言われる体質はアレルギー体質虚弱体質などのように 持って生まれた体の質を指すことが多く、性質上大きく変化しないことが多いこの健康法でいう体質とは食習慣や生活スタイルなどの違いで気づかれた体の状態で体内の熱性化の度合いや皮膚呼吸の良し悪し体内毒素の鬱石の具合などで判断できる現在の体の状態を示すものです。